皆さん、こんにちは。分析工房の服部と申します。今日は韓国の指輪リサーチの、から、発売、発刊になりましたマイクロディスプレイ技術レポートについて、このレポートをまとめられました、占部さんの方に、いろいろところ内容についてお伺いしたいと思います。占部さん、よろしくお願いいたしまよろす。しくお願いします。よろしくお願いします。それから指輪リサーチの、李社長の方にも同席していただいております。それで、レポートはここにあります、目次のようにですね、主にアプリケーションと、それからそれに使われる、2つのディスプレイと、マイクロ OLED とマイクロ LED について、それぞれの特徴を、解説したものですけども、その内容について、このようなご質問させていただきます。3つの質問のうち、一番最初はですね、アプリケーションについてですけども、スマートグラスなどのようにマイクロディスプレイの AR のアプリケーションの開発状況というところは、現在どのような状況か、簡単にご説明願います。お願いします。はい、今、スマートフォンは皆さん誰もが持っている必需品みたいになってますよね。そしてそれに加えて、近年、アップルウォッチのような、いわゆるスマートウォッチと言われているようなものが急速に普及をし始めています。私も使っているんですけれども、スマートフォンとのペアリングで、例えば電話を受けたりとかですね、あるいはそのメールを見たり、LINE を見たりと、そういった機能に加えて、いつも身につけてるっていう特性を生かしてですね、例えば運動量とか、それから心拍数とかですね、そういったデータを取り込んで、そして健康管理に生かしていくというような機能が受けてるんじゃないかなと思うんですね。そしてその次に来るのが、スマートグラスじゃないかなというふうに思ってます。スマートグラスの携帯については、いろんな使い方が考えられると思うんですけど、例えばですね、メガネの中に、装着されたカメラで、視線の先にある景色を取り込んで、そしてその景色に関する様々な情報を、その景色に重ね合わせてですね、表示をするというふうな機能。少し、具体例を言いますとですね、例えばナビの機能ですね、街の中を歩いていて、その先に交差点があって、その交差点のところに左向きの矢印がですね、表示されると。そうするとその先の交差点で左に曲がっていけばいいと、そういうことが分かるとかですね、あるいはその歩いていって、先に、レストランの建物があって、そうするとそのレストランがですね、例えばベトナム料理のレストランで、そしてメニューがこんなのがあって、値段がいくらとかいう、そういう情報がですね、そのレストランの建物の上に重ね合わせて、表示されるとか、そういった機能ですね。ですから、そういった機能がつくとですね、例えば歩きスマホとか、そんなことする必要はないわけですよね。で、実際にですね、アップルとか、フェイスブックとか、そういう企業がですね、このスマートグラスの開発に大変力を入れておりまして、一説によると、今年中にはですね、その第1弾が出てくるんじゃないかというふうに言われてます。そういったことで、今、そのスマートグラスの開発というのは非常に進んでいるという状況ですね。ありがとうございます。そうすると、そういった、アプリケーションに対して、この2番の質問ですけども、マイクロ OLED とかマイクロ LED のディスプレイが、候補としてあるということですけども、それぞれの、を使った場合の特徴とか課題とか、そういったのはどのようなことになるんでしょうか。はい、業務用の AR グラスっていうのはすでにいろんなものが商品化されて、使われてるんですけど、これをコンスーマー向けにするためにはですね、非常に大きな課題、一番大きな課題はマイクロディスプレイなんですね。
2013年に、Google Glass が発売されたのを皆さん覚えてられると思うんですけど、この Google Glass はディスプレイにエルコスっていう液晶を使ってました。で、この、Google Glass のエルコスはですね、そのディスプレイ部がメガネフレームのところに外付けで付けられたんですね。ですから、それをつけて歩いてるとなんか怪しい目で見られるとかですね、まあそんなこともあって結局普及しなかったですね、これ。ですからコンスーマー向けにですね、使ってもらうためにはできるだけ普通のメガネと同じような形にする必要があると思うんですね。で、そうするためには大きな問題が2つあって、一つは光学系ですね。で、光学系を、ウェーブガイド方式にすると。で、そうするとですね、メガネレンズの上に、透明なメガネレンズの上に画像が表示されるということになります。それからもう一つは、ディスプレイですね。ディスプレイを外付けじゃなくて、メガネフレームの中に埋め込まれるようにするためには、ものすごくコンパクトにしないといけないですね。で、コンパクトにするためには、やはり自発光じゃないとダメだと。で、自発光のマイクロディスプレイっていうのは、の候補っていうのは、先ほどおっしゃられたように、マイクロオーレとか、マイクロ LED なんですね。で、こういうマイクロオーレとか、マイクロ LED に要求される、要求特性っていうのはですね、一つは、高輝度化。先ほど申しました、ウェブガイド方式っていうのは、ものすごく光量効率が悪いんですね。ですから、もともとのディスプレイのところがものすごく明るくないといけないということです。ですから、非常に高い輝度が出せること。それからもう一つは、小さなバッテリーで、長時間駆動できるようにするためには、低消費電力じゃないといけないですね。ですから、その高輝度が出せるということと、低消費電力と、この2つを満たすことが必要なんです。それで、先ほどマイクロオーレドと、マイクロ LED と2つ言いましたけど、この高輝度と、低消費電力という意味ではですね、マイクロ LED、これモノレシックなんですけど、モノレシックのマイクロ LED が適立していると、世の中的には認識されていると思います。ただ、問題はですね、じゃあオーレドがそこまでいかないかと。いうことになると、実は OLED の方もいろんな開発されてましてですね、その辺が見通せるような状況になってますから、その辺をよく見極める必要があるというふうに思っています。まあ、そんな状況ですね。はい、はい、ありがとうございました。それで、3番目としましては、まあ、日本で、まあ、この、まあ、レポート日本語で書いておりますので、まあ、読んでいただきたい企業と、まあ、多分そういったセットメーカーだとかディスプレイメーカーとか、あるいはその工学、まあ、関係のところもあるかと思いますけども、まあ、あるいはその部門の方ですね、研究開発だとか、まあ、企画だとか、そういった方々に、読んでいただきたいかと、まあ、それからまあどういったことがまあこれで理解できるかようになるということでしょうか。はい、スマートフォン の, ワールドワイドの出荷数はですね、去年、まあ、ちょっとコロナとかあって、だいぶ減ったんですけど、それでも約12億台ぐらい、金額にすると約24兆円ぐらいということで、ものすごく大きな市場なんですね。ですから、それとペアリングするスマートグラスもですね、非常に大きな市場に成長するっていうことは容易に想像できると思うんです。そして、その核となるのがマイクロディスプレイなんですね。ですから、マイクロディスプレイ関連事業への参入っていうのは、さまざまな業態の企業にとって大きなビジネスチャンスになると私は思っています。そこで、参入にあたってですね、非常に重要なことは、このマイクロディスプレイ技術がどういう方向に、進化していくのかと。いうことをしっかりと見極められることですね。で、今回発刊しますこのマイクロディスプレイレポートにはですね、そういった視点を持つためのポイントを提供しております。したがって、特にですね、技術企画の方々にとっては
大変お役に立てるんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。はい。ではどうもありがとうございました。はい。はい。失礼いたします。